まあまだこれはですね、正式な、決定ってわけじゃないんで軽くねこう流していただけると思うんですけど、WBC のバンタム級の、タイトル、モンスターが返上したタイトルですよね。で、決定戦 WBC からっていう話で、モロニーとドネアの、両者で、ね、争うっていう話だったんですけど、まあこれが違う話になってると。で、そこでドネアが、サンティアゴ選手とっていうね話がまた出てきているというところで、でこのサンティアゴは何ぞやっていうところなんですけど、現在同級6位の、メキシコの選手で、この間は、あのラッセルの弟ですよね、アントニオ・ラッセル選手とやって、これが結構接戦で2対0の、判定負けっていうところなんですけど、まあ、ほぼほぼ、互角のような展開でしたね。で、戦績で見ると、主なその戦ってきた相手が、アンカハスにドローで、モンスターとやったニエベスにドローで、モンスターがやったカルモナに勝ってるっていうところですね。はい。で、直近だとそのゲイリー・アントニオ・ラッセルとやって2対0っていう判定負けなんですけどっていうところで、でこの6位の選手と、まあ、ドネアがっていうね話が出ると、うん、でまあこれね、一時その今4位につけるそのレイマート・ガバリオ選手と、ドネア・ガバリオ2段っていう話も出てましたけど、うん、まあこのサンティアゴがまあ結構前からこう名前が出てて、で視聴者さんもね、あのサンティアゴとドネアやるみたいですよなんて教えてくださったりしてたんですけど、多分これが濃いところなんじゃないかと、まだ正式な発表ではないですけどっていうところでね、まあ本当ねいろいろ話が2点3点してますけど、うん、そのモロニーとドネアっていう話があったり、あとなんだろう IBF のブロックだとあのロドリゲスとアストラビオかっていう話が出てるけど、一方でその WBO の方であのモロニーとアストラビオなんてね話が出てたりっていうとこなんで、ちょっとこれ分かんないですよね。でももうなんかみんな、うん、とりあえずその世界チャンピオンにあのなりたいっていうところがね、多分第一だと思うんで、そのやっぱりモロニーとドネアとかっていうともうお互いやっぱリスクありますし、うん、でもうねそんな統一戦みたいなカードをわざわざしなくても、うん、まあ、とりあえずそのドネアとサンティアゴとか、ちょっとドネアとサンティアゴだったらサンティアゴの方がちょっとねワンランク下がるじゃないですか、うん、でアストラビアとロドリゲスだったらまあ今勢いはあるけどアストラビアに、でも実際ねロドリゲスの方が強いでしょうっていうところですし、うん、っていうところでとりあえず出すんじゃないですかと顔をね、うん、ドネア、WBC はドネア、 IBF ロドリゲス、 WBA はタクマ、WBO はモロニーみたいな感じでとりあえず一戦級の選手を出して、でそこからその統一戦とかであの ドネアとかね、そのタクマ選手とかっていうところだと思うんで、なんかここでね、つぶやし合いはもったいないなとかと思ってたんですけど、やっぱそういう風に考えますよねみんなね。でまあ勝敗予想はまだ決まってもないので、ね、あれですけど、まあこれサンティエゴって聞いた時にまあ楽な相手ではないですよね。でも、うん、一つ下がるドネアより頭一個下がるかもしれないけど、うん、アントニオ・ラッセルとやって同じぐらいでしたからね強さ的には、うん、そんな別に差があって負けたってわけでもなかったですし、アンカースと引き分けてて、ニエゲスと引き分けってことなんで申し分ない相手ではあります、はい、ってところで、ドネア と、モロニーって一回あったんですけど、これが、消滅してあの次にじゃあ誰となるんだって言った時に、ガバリオっていう名前も出てたりしてたけど、どうやらこの6位の、サンティアゴなんじゃないかっていうところの、ところでした。はい、まあ、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、お寄せください。以上です。